はい、誰だ俺だ、カシラだ。ということで今回は、ゾンビ第3弾、トリーンを紹介していこうかなと思います。カシラ過去にね、2作品、こんな感じに、ゾンビモード紹介してると思うんですけど、まあ、今回紹介するゾンビゲームっていうのは、まあ難しいんですよね。これがまた。うん、最近これがまためちゃめちゃハマってるね。今までのゾンビゲームと違って、体力がもうしょっぱなから硬いんすよ。それプラスラウンドが進むことによって、ゾンビの数がもうめちゃめちゃ増えてくるんすよ。しかも敵はウルトを吐いてきたりとか、めちゃめちゃな攻撃をしてくると。もう本当に真の追い詰められる恐怖を、味わうことができるんじゃないかなと。はい、ということでスタートボタンポチッ！今回のコードは WK323 と入力してください。で、今回のこのゾンビゲーム、なんと最大6人で遊ぶことができちゃいます。なのでフレンドとか誘ってみてね、ぜひ協力して高ラウンドを目指しちゃってみてください。チャンネル登録しようか、レーティングテレビ版 CCI です。さあ、ってことで実際にやっていくんですけども、最初はね、みんなアッシュになります。はい。で、まあ、ゾンビモードの基本として、こうやってゾンビを倒しつつ、ラウンドを進めていくっていうゲームなんですけど、もう見て見てこいつら、硬すぎん、最初から。あ、ちょ、待て、こっちやん、こっちやん、よし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 。結構ね、しょっぱな積むから気抜いてると。右上に残り敵3体とか書いてあるんだけど、これ残りの敵ね。これをゼロにすれば、次のラウンドに進むっていう感じになっております。死ね！ほら。で、周りにこうやってね、キャスディとか、変えるわけなんですよ。もうボブ出しちゃおう。もう、ウルトはね、すぐ溜まるから惜しまない。惜しまないで使う。惜しみなくね、当たってないけど全然。うん、大丈夫そうかな。で、こうザリアだったり、ゲンジだったりとかね、こうお金貯めて買えるわけなんですよ。で、例えばこの緑とかあるんですけど、ここ、バイネクストロケーション5000円で次のステージ進めますよっていう感じですね。だからお金をそこまで貯めなきゃいけない。なかなかね、これソロでやるには結構きついんですよ。今俺、バリバリソロでやってるけどね。ちょっと俺のおすすめキャラ教えてあげる。ゼニアッタなんですよ。買うときこう、インタラクトキーでね、買うんすけど。こうやってね、ゼニアッタだと、フワつけて、あと頭狙えば、こうやってね、ゼニアッタ一番強いかもしんない。ワンチャン、ワンチャンありかも。で、来たらね、こうやって蹴って、距離を取って、こうやってやっていくみたいな。やばい。結構多くなってくるっしょ。で、移動速度もめちゃめちゃこう、移動速度もさ、こう、めちゃめちゃ速くなってくんだよ、だんだん。溜めて、解放！いけるね。で、ここもインタラクトキーで買うと。で、次のマップに、いざなう、いざ進めと。いざ参ると。うん。次のマップへ、いざ参るという感じですよね。ここの上めちゃめちゃおすすめなんだけど、でも登ってくるんだよね、こいつらで落とすと。登ってきても、お前邪魔だって！おい、早速死ね死ね、やめろってお前気持ち悪いな。しっかりフワちゃんつけて。やばい。なにこれ、交際使って一回逃げよう。やばいってお前らなんなんこれ、エゴすぎるって。一人ででも一応さばききれないことはないけど、あーもうこれきついわ。もう何このウルト吐いてくるあたりもむちゃくちゃよな。痛すぎるってお前らマジで。おいどないなとんねん。はい、落としていく。え、嘘の音。あー、戻ってきた。はい、カットしていく。まあ、いろんなキャラ売ってるんだよね。こっちの方来ると、まあ、今、チラチラ見えたと思うんだけど、マーシー売ってたりとか、もうここにソルジャー売ってたりとかね、ハンゾー売ってたりとか、いろんなね、キャラが売ってるっすね、とりあえず。まあ、俺、ゼニアッタ以外使ったことないからわかんないけど、多分強いんじゃないかな。5000円とかするから、多分、それなりに強いんだと思う。このキャラたち、実際に。だんだんハゲが飛ぶ、お池の周りに髪の毛浮いてる、ブンブンブン、ハゲが飛ぶ、ティアティアティア、ファンチンファンフィチョンティンファンティチョンチンファンファンフィチョンチンファンフィチシャファンジャングニアフォンニャポンネカサムジャンノニアボア。やば、どこの国の人だよ、マジで。何語なんだよ。たまに俺あるんだよね、何語喋ってんだろう自分はっていう時結構あるんだよね。みんなも多分経験あると思うんだけど、うん。いーっと旅で開封。でも今キャラ買ってる余裕ないよね。この先行って、はい、こんな感じになってんのね。で、この奥何？で、接続パワーパワーとかってあるけど、何なんだろうね。これさ、こうやってさ、こっから行けんじゃね？ほら。こういうことやん。あ、ここ行けるんだね。いや、だいぶ硬くなってきてんな、これ。俺の
チッコみてえに硬くなってきてるやん、こいつ。ここパルクールで登りいの。かいいの。切削キャ？何これ？初めてやるわ。切削パワー！これ強化できんのか？あ、そういうことか。これ、己を強化できるやつじゃないか？これもしかして。そっち行けないし、なんか。さっき俺さ、変な緑の輪っかみたいな円みたいなとこ入ったじゃん。そこ入って、インタラクトキーを押して、さっき俺パワーって言って入れたところ、電源入れたところに行くと、強化するとこが出てくるんだ。そういうことか。クイーッとためて、英語をためてリズムで開封していくと。これだ、これ、これ。で、強化させていただきの、ほら、ほら、ほら。あ、ランダムで出現するのね。はい、はい、はい、はい。ここ入って、インタラクト、おい、そういうことね。ダメージを与える、これ、攻撃力ちょっと。攻撃力ちょっとアップして、お、ソンブラとか売ってる。アップグレードオーバータイム。バイファスターリターン。アップグレードスピード。ダメージをちょっと上げよう。よしよしよし。こんな感じでキャラ強化していくことが、できちゃいます。だからいつもだとなんかこう、普通のゾンビモードとかだとパッカーパンチとか飲んで、パッカーパンチとかなんかいろいろね、こうマップ上に置いてあるスタミンアップとか、ジャガノグとか体力アップとか速度上がるやつをこう、マップ上で買って飲んで、自強化していくんだけど、これはね、金で強化していくっていうのがね、面白いね。うん。ちょっと新鮮味あるわ。攻撃力120だぞ、てめえ、俺。お、強いじゃん！強いじゃん！これなんだこれ？なんか落ちてる。フリーズ中ゾーン。どういうことだ？フリーズ中、お、いいね！ありがてー！はいはいはい。はい、固定！はい、お疲れー。はい、お疲れちゃーん！イコール俺無敵ってことよ。俺、杖系のやつでしょ？これ、わかってるよー。やばい、ちょっとガチゴってる。いやー、だいぶ難しくなってきたよ。今、18ラウンド。はい、自己記録更新中でございます。かなりね、難しくなってきた。ちょっとでも、敵の陣地に突っ込んでしまうと一瞬で死ぬね。体力も350まで増やしたけど。ちょっとなんか、動かなくなった。あー、やばい、助けて！いやー！動かなくなった！最悪！最悪終わった。結果24ラウンドでしたね。ぜひ皆さんも、この頭の24ラウンド、超えてみてください。はい。もし超えたよという人は、コメント欄に、俺超えたぞと、俺に挑戦状を叩きつけに、来てください。待ってます。てな感じで、ブワイブワイ。もう終わりだわ。やらんわ、やらんわ。もう、疲れた。